リモコンの電池交換を促されましたはいこんにちは特選でございます今回はこのジムニーのリモコンキーですね実は先ほど車乗ったらこんな表示になりましたリモコンの電池を交換してくださいまぁ、あ、こんな感じになったんでね電池を交換していきたいと思いますじゃあまずね こっち側から取るんですがちょっとこれめんどくさいんでこいつ抜いていきますまあリモコンがなくなったらこのキーで刺して回せばドアは開くんですがじゃあリモコンのここですね見えますかねここにドライバーマイナスドライバーを突っ込んでパコッとやれば開くはずですおい開いたここをキュて回せば こんな感じで電池が入ってます CR2032 のという電池ですねボタン電池じゃあこちらを外しましょうよいしょこれですねこんな感じになってますでは新しい電池買ってきましたのでこちらを取り付けましょうこの キーの電池ってそんなすぐなくなるんですかね？で、この電池は上がプラス。こちら側は何にも書いてないやつですね。通常こういうボタン電池ってこういう絵が書いてある方がプラスになります。で、上側がプラスになってますんで、この状態で取り付けます。これでオッケー終わり。そうしましたらば、あとはこれを戻せばいいだけですね。 さっき外した反対側ですね。おなんだいバッテリーねえのか？<laughs> ライト消えましたが。バッテリー不足で。あとこれをパチンとこう閉めればオッケーです。これだけ。じゃ、あこのキーを元に戻せば終わりです。2年ぐらいでなくなっちゃうんですかね。バッテリー。どうなんでしょう？うちのやつがたまたま。 どうなんだか分かりませんが今回はこんなバッテリーの交換でしたまあジムニーはね警告灯がつくんですぐわかると思いますボタン電池はコンビニなどでも売ってますんでまあ緊急にねこういうの必要になったらコンビニで買って交換すればいいと思いますまあよっぽど緊急な場合はこのちゃんとしたキーですねこれを使って車は開けられますまあそんなところで今回はこれにて 終わりですさよなら